来たこれ。あ、フレームだ。ビオ。お、ボスだな、ボス。キー。プラズマ。キーゼ。クトクヤクトクヤ。来たこれ。来たこれ。あ、やっべ、氷だ。ブーバーンとか、あ、氷だったら OK だ。炎のパンチで溶かしてやるぜ。ベトビームは痛いっす。一発だ。交代にしてないから帰れるぜ。まあでもお前のままの方がいい。もう一発耐えてくれよ。光の壁。残念だが炎のパンチは物理技だ。ブーバーン急成長。いいよ。解放者、これは覚えないわけにはいかん。ピアスモッグが明らかにいらねえんだよな。能力変化を元に戻すからな。炎のパンチ威力75だけど物理なんだよな。解放者は特殊なんだよ。ブラックにはレシラムだったような。クリアスモッグアバよ。マニューラ、マニューラ、マニューラ、マニューラって悪だって、もう全然覚えてない。鋼で行こう。磁石、色違いだぜ。悪、氷、氷、悪ですね。プレッシャーだ。そもそも悪って何に弱かったっけ。放電である。いや全然効かねえ。アスターカノン、それなりそれなり効果抜群である。これで終わりじゃないのか。こっち？こっ。あ、あ、誰かいる。準備待ってくれるのか。セーブしてからにするか。うざいやつだ。さあどうすっか。戦闘誰で行くか。で磁石も回復さしといてと。まあこのまま行ってみるか。どうせセーブしたし、やり直せばいいだけの話だ。アクロマ。マッドサイエンティストだ。わらわら。エアコイル。鋼だから炎で当たりだな。ラッキー。ダウンフォルジャー。あー頑丈、めんどくせえ。あー電磁波マジ勘弁。アクロマさんかっこよす。回復の癖マジ勘弁。
ああ、すげえ食らった。 そしてさらにキャラ交換、ニワコイル、コイル好きだな。しかもしびれて動けねえ。放電耐えろ耐えろ、よし、頑丈のうざさは異常だ。これはあれだな、もう負けてもらおうか。じゃあワルビアルのレベル上げに使わせてもらおうかな。エルのワルビアル、イカサマー、ただの経験値だけ。自信過剰でこぎるか。オーベルって誰かわかんないけど、このまま宇宙人みたいな人来た。エスパー、エスパーあるんだよね、こいつ。噛み砕こう。どうだ、よし、抜群。意外にワルビアルって素早さも早いんだよな。さらに自信過剰、このまま力づくでいっちゃうか。イギアル2回上がってるから、すごくいいな。無理やりいけると思う。噛み砕く、あ、全然ダメだ。風船が割れたから穴掘ろう。ギアチェンジしすぎである。いけいけ、倒しきった、よし。フードスカウンですか。さらに攻撃アップ、メタンギって誰じゃないですか、全然わかんねえよ。あ、飛んでんじゃねえのこいつ。アナホル効かないような気がするけど、あえて使ってみる。こんにちは。お、当たった、ヤッホー。ワルビアル無双、レアコイル、もうヒットポイント減ってる。レアコイルだろ、最後の一人がレアコイルとは。怪力 2DS はアメリカのみ、日本じゃ買えない。この攻撃力アップの積み重なったワルビアルの敵ではないわ。高っ、2万円、カツアゲじゃねえか。はい、手段は何でもいいのです。科学者だなこいつ。アクロ艦隊したことねえ。ワープゾーン、反対側のワープゾーンに乗りなさい。回復、あ、ここじゃねえ、回復してもらってからにしよう。完全クリアするつもりなんすか。ポケモンの世界はいいですよね、お金いっぱい入るから。わらわら、負けると奪われちゃうんだね。でも回復してもらおう、回復回復。ポケモンのために使わなきゃいけない、わら。そもそも他に金使えるとこがないんだよ、だいたい無料だし。アクロンをやっつけただと金持ってるのに、お小遣い、わらわら。使わないとたまる一方なんだよ。モンスターボール以外にほとんど金使わないから。あ、ちょっと待って、ほら、レポート書く時間くれよ。アクロマメゲージですか。来たこれ、セーブしてないんだけど。あれ、芸術だやっぱり。氷漬けにします。お前のサザンドラ強すぎたよな。全滅、6人抜きされたぞお前のサザンドラに。金金金マネー、わらわら。あ、ダークトリニティ
ょっと音でかくね。今更だけど。ワクテカ。ダークトルミジってポケモン使えんのか。あ、いた。意外に5年前拾っ奪ったか。うくうく。なんだと。ワクテカ。レパルダス。いや、お前にとってのチョロ猫か。あ、こいつポケモン使えるんだ。生身で戦うのかと思った。プラズマ弾のダークが。ダークって名前だったんだ。役職じゃなくて。わらわら。コマナタだ。こいつ鋼だな。じゃあ火炎放射だ。生身わらわら。ブーは全くやってねえ。わらわら。アブソル悪。アブソルは悪だったような気がするけど。悪って格闘に弱かったような気が。メガアブソルになってやる。メガ進化だ。おお、聞く合ってた合ってた。コマナタ、これこのまんまでいいんじゃねえ。おお、パチパチパチ。オッケー。タイプとか考えない派です。抜群だ。ストーリーモードはこれでいいわ。弱点使って一発マスター。って笑。あ、まだいる。もうめんどくせえな。もう代わりに倒してくんね。なんでだよ。なぜなんだ。くすい。三人に勝てるか。でも三人倒さなきゃいけないのか。効果抜群とか覚えたことないっす。わらわら。あ、ダーク名前同じだ。ダークトリニティとかにしたらよかったのに。またコマナタだ。せめてキリキザンぐらいにしてこい。火炎放射を残すために炎のパンチで。ジュペッ、あ、全くわからん。ジュペッタで誰。このままいった。ダークトリを参上。悪。いや、もう力ずくでやっちゃおう。不意打ち。すごい暗い、すごい暗い。めっちゃ暗った。これ負けるぞ。悪っすねー。全部一発、わら、悪、ゴースト。ちょっと待って、ゴーストあったら八景効かねえじゃねえか。いや、ゴーストでぶん殴ろう。駒なった。八景で。便利なハッケーだぜ。ハッケーあんま強くないんだけどな。ほんとこれしか技がないんだこいつ。よく聞け。コマナタじゃなくてコマタナ。なんだって。そうだったのか。ダークトリニテ合わせてダークトリニテ。わらわら。ダークが3人だからダークトリニティなんだよ。理解した。ダークとダークとダークでダークが3人だからダーク。アギルダ、アギルダ、アギルダって誰だっけ。なんとなくメキシカンを出したくなった。ハッケー強いねー。わら、毒っぽい。あ、虫だった。虫とかエスパー効かねえ。空を飛ぼう。アギルダが空を飛んだが先に降りてくるだろ。これかわいそうに。もう一点飛ぼう。アギルダー。痛い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 。虫虫。わろた。わら。よし。ゴリ押し。なんとか勝てた。わらわら。レベル差が厳しい。あ、またコマナタだ。コマナタ6人も出てきたよ。ハッケーで終わらしちゃおう。
ロケット弾矢印、銀河弾矢印、プラズマ弾でしたっけ。ポケモンホワイト1しか持ってない。しょぼーん。よし、51波動弾だ。これは覚えないわけにはいかん。そもそも波動弾の効果、お、20回もあるじゃん。威力90、必ず命中する。これ8件の価値があるのか。麻痺状態にすることがある。うん、これどう考えてもあれだな、8件いらねえな。あばよ8件、お前には活躍してもらったよ。多分レベルめっちゃくちゃ初めの頃ぐらいから、10何歩ぐらいの頃から20回使える。波動弾はルカリオの得意技。波動弾がなからルカリオじゃないっていう。発見ですね。カウンターぶっちゃけあんま使えないんだけどね。まあいい。ただ眺めただけだ。自分 ID 声が出ない。あ、ポケモン返してもらった。ですよね。まだ吠えてる。ポケモンってすぐ回復に戻るから結構テンポ悪いよね。全部やったけどほとんど内容同じ。しょぼん。自分作戦とか練らないでゴリ押しタイプっす。わら。いいんだよ、ゴリ押しの方が楽だもん。ポケモンの赤緑の時はあれ切り裂く1本でいける。あのゲーム人影選んでリザードンにしてひたすら切り裂き続けたら勝てるもん。あのゲーム道間違えちゃう。めんどくせえ仕掛けだなこれ。ほんと切り裂き一本怪我のもと。最近の切り裂くはあんまり急所に当たらないからな。やばい入っちゃった。セーブさせろ。セーブ。切り裂く無双。わら。あと葉っぱカッターが強いんだよね。赤緑は異常な強さ。威力55しかないくせにほぼ確実に急所に当たるから。上行って右だ。通信以外はゴリ押しで OK。 ミスった。めんどくせえ。よし抜けれた。タウジング。ないか。伝説のポケモンの前では絶対にレポートしましょう。しょぼーん。シュウヤさんはクシー、6匹どれとどれを選ぶんですか。氷といえば、ダイヤモンドパールンを7バッチ、わら。あ、これいけねえのか、ここ。さーてと。おお。ここダンジョンじゃん。ザコ出るんだったら、あ、出るな。スプレー使おう。あ、イノムーだ。持ってね、イノムー。地面と氷かなんかだっけ、こいつ。手加減が難しいんだ。今自分の大剣気78レベル、しょぼーん。とりあえずあとクリアだけしてしまいたいだけだから、もう、あんまり集めない。緑のセレクトボタン万能すぎてわろた。持ち物のところでセレクト押すとバグ発生する。わら。7番目でセレクト。レベル100にしないと。セレクトキャンセルキャンセル。あ、ボスっぽい。そうそう。あ、こらデスプレイ使いまくってポケモンずっと出してなかった気がする。わらわら。雨っていいですよね。ここ1ではキュレムがいたとこだよな。いでよキュレム。他にもいろいろある。キュラララキュラララララ。レポート書きました。書けねえよ。
な、N の親のやつ。一発で捕まえないとな。レポートは回復してきたところだからな。絶対捕まえるべし。マスターボール投げてやろうか。どうせいつも使わねえし。ゼクロム、クロスサンダー。クイックボール。ってことは、あれか、N か。パキーン。クイックボールってありましたっけ？あ、黒い。ゼクロムだ。ここで捕まえれるっけ？決して無駄ではなかったか。ゼクロム逃げろワクテカあるぜ。うっていうかあれでほとんど先手必勝。マスターボール使わないで捕まえられるんですか？シュウヤさんの前に来るな。あ、なんかすごいの来た。丸い。これがパッケージにいたやつだね。なんかすごいでかくなってる。三角になった。刺さった。い、石がムービーだ。なんだ、捕まえらなくて失敗したらまたこれ見ないといけないのか。クイックを使った方がいいのでは。どうやって一晩で減らすかな。戦う前にセーブさせてほしいな。怪獣大決戦が始まった。飛んだ。ビーム撃ってんだけど。なんかマクロスみたいだなこれ。ブラックキュレム来たこれ。捕まった。マスターを使わないの？やつが出たぜ。何？なんかそういうことになった。やつが来た。ゼクロム取り込みなさい。吸収合体です。ウクトクウクトク。ブラックキュレム降臨。食べるのかな。あれ、石に。身に打ち覚えさせてないからな。倒しちゃわないように気をつけないと。やけどならないよ、やけどは。来たこれ。吸収、ワクテカ。まひらしてコツコツダメージ与えて。吸収合体、ブラックキャーム。なんか、ちょっと混ざってる。来たー、来たこれー。叶えていいんでしたっけ。おお。ガシン。ビリ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 。急順。このビリビリポケモンで。セーブできるかな。まさかポケモンが合体だなんて、そんな数式あるものか。愚か者め。圧倒的なパワー。捕まえられなかったと思う。あなたのポケモンは怒りに震えているとか。そんなことあるわけない。捕獲はできませんよ。あ、そんなんあんだ。とりあえずセーブしておこう。あ、やっべ、もう電池がねえじゃん。よっちゅ。電池残り1個じゃないか。それはワイブアイ。ここで捕まえられなかったような。充電よし。でセーブしたから、最優先は充電とはあれだ、電気とドラゴンか。確かに普通 HD だとコメントできないんですか。
誰で行こう。捕まえていいの？充電は大事。マリーバキロム。電気氷じゃなかったっけ？電気氷？クレム氷か。まあ紛らせるためだったらいいんだけど。55。倒しちゃっていいんだろ。テラボルテージ。電磁波。氷、ドラゴン。電動の後にここに来たら捕まえられたはず。クロスサンダー。期間期間。よし、まひった。つえー。あとラスターカノン。行きましょう。わら。電気はない。あ、なんていうか楽勝だ。すっごい楽勝だった。こんなもので世界征服を考えていたのか、お前は。思いのほか楽勝すぎて困るな。楽勝。バリッシュ。キュララララ。わらわら。余裕。わらわら。わらわら。あ、芸術戦が連続出た。前作の芸術、お前は忘れんぞ。お前のサザンドラに毒に抜くされた記憶は忘れんぞ。よえデスカン芸術ゴーストだな、これ。あ、完全回復してる。あれ、そもそもダメージ食らったっけ。ラスターカノン。あ、完全回復はしてるんだ。ゾロアークいるかな。超弱くて初見の時ビクった。それぐらい計算済み。守る。ゲイチスもどうせ弱いですよ。ラスターカノン。シャドウボール、ちょっと痛い。多分これで1回目の回復使われるな。めんどくせえな、食べ残し。めんどくせえ、食べ残しプラス守るのコンボ。これで倒しておきたい、さすがに。回復の釣れは何個持ってるのかによるんだよな。1個だけか。じゃあ余裕かな。ガマゲロゲ、ガマゲロゲ。まあ明らかに水っぽいけど。ゴリ押しでいけるくらい弱いはず。わらわら。水。ああ、お前だ。特防下がってんだけど。放電。うっそーん、先に攻撃された。カエルの方が早いのかよ。地面。あ、地面あったっけ。地面、地面あった。空を飛ぶ。いや、レベルが足りてないからな。結構厳しいかも。草は。いっけ。ないか、しょぼん。ダメだこれ。素直に最高気にしていいか。明らかな、カエル、わらわら。いた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 。もうこいつはもう負けることを前提にして光の壁使わしとこう。あとリフレクターも使わしとこう。で、あと力ずくでぶっ倒す。ブーバンはさすがにまずいな。ルカリオも鋼とだから自信されなきゃ勝てるはず。草タイプが有利なんだよな。わら、いないんだよな。波動だもん。ドラピア作戦殺し。わら、こいつ毒、毒、毒と虫。草タイプの技覚えてるやつも。草が4倍。火炎放射。毒と悪ですね。ちょちょちょ、効果抜群だったけどそんな食らわなかった。サイコキネシス、地震痛い。あれ効果ないってよ、お前。悪か。無理やり倒したな。リフレクターもなくなった。サザンドラ来た。サザンドラは悪。悪に強いのは格闘家。ルカリオの波動弾でいくか。
ドラゴンタイプ来たー。波動弾ラッキー、当たんなかった。ワクテか、効果抜群だ。耐えろ耐えろ。草レベルのもう力で倒せないの。素早さが上がった。よし、先制できるようになった。ラッキー。素早さアップ、美味しい。相性悪くてもレベルが近ければいいですよね。勝ったな、わら。シビルド、毒だなこいつ。毒じゃねえ、流星群が上から来るぞ、気をつけろ。電気と地面がそんな感じだから、無理やり波動弾でダメージを与えよう。火炎放射、ああ鋼だよこっち。お前電気のくせに火炎放射とか使うんじゃねえよ。はっきり言って草タイプ捕まえたことないっす、わら。うはっ、悪びある。電気シビルドン、電気と地面だっけ。まあ紙砕くで無理やりダメージ与えたらいいだろう。持ってるので気をつけて。回復道具持ってないんですか。おいしい。あ、N、こいつお前のポケモンだぜ。不殺はないよな。毒ロフ、毒って書いてんだから毒だろ。危険予知、身震いした。穴を掘る。ほら、危険予知してみせろよ。できなかったようだな。効果抜群だぜ。穴を振るを自信にしたいな。あ、薬草ないんすか。ブラックホワイトの時に比べてだいぶ弱い。懐かしい、ドクロック。ありえんな。グハワハ、わら。どういうことだ。一度ならず二度まあでも無名のトレーナーに。ありえんな。あえてこう呼びます。父さん、分かってください。ポケモンは道具ではないのです。ポケモンと人はお互いを高めに誘っていける素晴らしきパートナーなのです。それを分かっている人たちもいるのです。だのに。黙れ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 。ポケモンなどする化け物が人間の言葉を語るな。ゲージ様、もう正気では。ここは私たちが。ポケモンはある意味ぬるゲーですよ。父さんがいなければプラズマ弾はもう。では、あ、なんか残った。みんなに代わってありがとう。無名じゃないぜ、シュウヤ様なのです。今は力を失っているが、またここに現れる。バリッシュ、バリッツ。デクルも言っている、君にありがとうって。そう、僕はポケモンと話せるんだ。 N、イケメン。あの時シュウヤやアデクが、これ俺の前の時のシュウヤだよね。バルス。そして僕の世界は静かに広がった。ポケモンといることで人は未知なる世界へ進める。人といることでポケモンは真の力を発揮する。それがゼクロンが教えてくれたポケモンと僕の理想。モンスターボールから支配されるポケモンも人も解き放たれる。もう何を言ってるのかわからん。ポケモンリーグへ向かいたまえ。空を飛ぶ。せっかくのゼクロンも技の乱一つに空を飛ぶを覚えさせちゃもったいないぜ。終わったのか。はい、終わったんだ。お前すげえよな。チョロ猫を妹に返す。どうする、ポケモンリングに行け。それはいいな。お前一種で一番強いだろ。それを証明してこいよ。あそこを道なりにすれば23番道路。家をしたらどうなるんだろう、わら。とりあえずチャンピオンロードまで行こう。戻るのめんどくせえな。穴を掘るで帰った方がいいんじゃないか。だいぶ死んでる。どこまで出すべきですかな。ここはカットかな、わら。ここか、あーここか。ついにチャンピオンロードか。チャリチャリ、ついに来たか。エル、これ動画ミュートしませんよね。シルバースプレー、これ動画にするんですか。とここだろうな。
回復してくれそう。エリートトレーナーか。